こんばんは。フランケン劇場始まります。このチャンネルはみんなが面白いと思う動画を投稿していくからよ。みんな見てくるよな。はい、どうもフランケン劇場です。本日はですね、ちょっと高級なお酒を買ってきました。こちらドン、ボーモア12円となっております。アイルランド産のウイスキー、アイリッシュウイスキーとなっております。こちらの方はですね、非常にスモーキーな香りが楽しめます。もう蓋を開けた瞬間ね、別の花とか近づいてないのに非常にスモーキーな匂いがしますんで、まずそこで驚かされます。スモーキーな香りなんですけど、味の方は非常に透き通ってて上品な味わいなんで、別名アイラの女王とも言われております。誰か私の女王にもなってください。でね、本日はせっかくこの高級なお酒を買ってきたんで、このボーモア12年に合う料理を作っていきたいと思います。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、はい、ディナーの準備ができました。それではね、まずは乾杯していきたいと思います。本日はロックでいきます。氷も丸に仕上げました。コップもボーモアです。おぉ、やばい、めっちゃ芳醇でスモーキー。この透き通った黄金色、乾杯。あー、この味久しぶりだわ。うめ。それでは続いて本日の試食、カラスミパスタをいただきます。パスタの正しい食い方がわからん。うまい。味で言いますと、ペペロンチーノをすごく少し安めの風味、少し安い、ペペロンチーノを少し安しめ、ペペロンチーノを少し安め、ペペロンチーノを、ペペロンチーノを少し優しめの風味にして、ちょっと旨味、まあ辛すぎですよね。旨味を足しましたっていうような感じです。優しい味でね、非常に美味しいです。続いて2食目。ちょっとね、知り合いから聞いたんですけど、この生牡蠣にちょっと美味しいウイスキーを垂らして食べるとすっごく美味しいらしいです。本当にうまいのかどうか検証してみたいと思います。ちなみに、広島県産の牡蠣、生食用です。食べる前にね、しっかり塩で洗っております。プリップリ、大きさもまあまあ大きいですよね。
見た目ちょっとオリーブオイルとかごま油っぽい感じですね。それではいただきます。おお、新しい。まあベリグですね。ベリグ。口に入れた瞬間、まずウイスキーの香りがブワーッと広がります。その後にね、牡蠣の新鮮さ、旨味が口の中に広がります。これは美味しい。続いて3品目、こちらはね、聞いた話でも何でもないんですけど、僕がこれ美味しいのではないかなと思って今回やってみます。お中元でもらったブランドの牡蠣なんですけど、もうジュグジュグに熟してます。これにね、ウイスキーをかけるとまたちょっと大人の味わいなんじゃないかなと思って今回はやってみます。どう思いますか皆さん。僕はこれ絶対美味しいと思うんですけど、ウイスキーってドライフルーツとかにも合うっていうじゃないですか、まあ、それと一緒の感覚じゃないかなって思います。贅沢ですね。それではいただきます。おお、ベリーグ、やばい、一気に高級感が出たぞ。やばい、これお酒が嫌いな人でも食べれるかもしれない。口に入れた瞬間、さっきと一緒でまずボンボンの香りがブワーって広がって、その後柿のすっごい甘さがブワーっと広がるんですよね。今日作った中で一番美味しいかもしれない。これは完熟したメロンとかにも合いそうですね。で、本日ご紹介したボンボンは、まあ、その辺のスーパーで売ってると思いますんで、また機会がありましたら皆さんどうぞ飲んでみてください。超おすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。